核内受容体の作用メカニズム核内受容体とは、細胞内タンパク質の一種であり、ホルモンなどが結合することで、細胞核内での DNA 転写を調節する受容体である。発生、向上性、代謝など生命維持の根幹に関わる遺伝子転写に関与している。人では48種類存在すると考えられている。核内受容体はリガンドが結合すると、核内に移行し、 DNA に直接結合して転写を制御する。すなわち転写因子の一種である。核内受容体に結合する生体内分子の霊ビタミン A やビタミン D などの使用性ビタミンや甲状腺、ホルモン、ステロイドホルモンなどが核内受容体に結合し活性化させる。核内受容体は極めて多くの遺伝子転写を調節しているため、 このようなリガンドは生体に強い作用をもたらす。疾患に関与する遺伝子も多く、アメリカ食品医薬品局が認可している医薬品の13%は、核内受容体をターゲットとしたものである。核内受容体の中には内在性リガンドが明らかとなっていないものも多く、そのような受容体をオーファン受容体と呼ぶ。そのうち FXR や LXR、 パーなどは、脂肪酸や、単重酸、コレステロール代謝物など代謝に関連する化合物をリガンドとすることが、近年の研究で明らかにされており、脂質センサーとして機能していると考えられている。またカーや、PXR は、異物センサーとして機能し、異物を代謝するシトクロム P450 を誘導する、ことが見出されている。これら近年に機能が見出された、受容体は、 アダプテッドオーファンレセプターとして新たに分類されている。核内受容体の構造上、一次構造の模式図化、エストロゲン受容体における DBD と LBD の三次元構造核内、受容体同士は蒸気のように遺伝子配列に高い共通性があり、遺伝子スーパーファミリーを形成している。以下に人に存在する48種の核内受容体を、相同性に基づく分類により、 以下のように列記する。サブファミリー、サブファミリー名。ありがとうございます。